皆さんこんにちは。数々の実力派俳優を輩出する中台達也さん主催の無名塾出身の女優若村真由美さん、年齢を重ねても美しいと話題ですよね。そこで今回はかつて世間を騒がせた若村真由美さんの突然の結婚や亡くなった夫の遺産、そしてあの俳優との驚きの噂についてをプロフィールとともにご紹介します。若村真由美さんのプロフィール。本名小野真由美、生年月日1967年1月3日出身地東京都練馬区、身長162センチ、血液型 A 型、出身校淑徳高等学校。若村真由美さんの経歴。高校時代に中台達也さん主催の無名塾の舞台を鑑賞し感銘を受けたという若村真由美さん。高校卒業後に無名塾の門を叩き、 NHK の連続テレビ小説八歳先生にオーディション応募者723名の中から主役に抜擢。最高視聴率は 44.5% にもなり、一躍日本の人気女優となりました。和服が似合う端正な美貌は50代に入った今も劣化することなく、さまざまなドラマや舞台で活躍されています。最近では2015年に放送された TBS 系ドラマ美しき花で妻の柏木光子役として出演されていました。若村さんは会社経営者の娘として育ち、夫は会社の常務、高校生の娘が一人という何不自由ない暮らしをしているセレブ妻という役どころでした。役のためもあるのでしょうが、若村さんは美貌、大人の女性を強調しており、ドラマが放送されていた時には若村真由美が美しすぎる、若村さん綺麗でかっこいいといったツイートが多数ありました。それ以外の作品ではホテルコンシェルジュや沈まぬ太陽などにも出演されています。人気絶頂の中突然の結婚。テレビや CM で活躍されていた若村さんですが、2003年に突然結婚会見をします。都内のホテルで昨年9月に入籍していたという報告をされ、日本中に衝撃が走りました。お相手はスキンヘッドに180キロというインパクトのある巨体で、新興宗教団体釈尊会の会長小野兼弘さんという方です。当時はもっぱら、なぜこの人と結婚したのかと騒がれていました。当時小野さんは51歳で、若村さんは37歳。若村さんは初婚ですが、小野さんは×2です。お二人の馴れ初めは日本舞踊坂東流の名取でもあった若村さんが、坂東流関係者を通して食事の席に居合わせた小野さんとおよそ10年前に知り合い、交際をスタートしたそう。小野さんに対し若村さんは、少年のような心を持っていらっしゃる、人情味があり男気もおありになる、お会いになった方は楽しい気持ちになられると思いますと小野さんの魅力について語っていました。プロポーズはお釈迦様の前だったそうです。芸能人は宗教が絡むと人気が落ちると言われており、実際に若村さんはこの後お仕事をかなりセーブする結果となりました。この結婚に対しては当時から疑問が多いとされており、遺産目当てなど様々な憶測を呼びました。また結婚してすぐに小野さんの実母が亡くなってしまうのですが、若村さんは葬儀に参列していません。このことについても何かあるのでは
と言われていました。渡辺謙さんとの関係、ここで登場するのが渡辺謙さん。渡辺謙さんといえばハリウッドでも活躍する日本を代表する俳優さんの一人で、人気女優アンさんのお父さんでもあります。当時の奥様は渡辺由美子さんという方でした。渡辺謙さんは血液のがんとも言われる白血病になってしまいました。最初の発症が1989年、一度寛解するも1994年に再発してしまいます。ここで由美子さんは夫が白血病になってしまったことに対し、回復祈願などを含めて心の拠り所を宗教に求めてしまいました。その宗教が釈尊会です。1989年に発病した後、釈尊会のおかげで完治したと信じ、高額な寄付を重ねていきました。そして2001年に自宅が差し押さえられ、総額2億円もの借金が発覚します。アンさんは当時高校生だったそうですが、高校を中退して芸能界に入り、家計を助けていきます。渡辺謙さんと由美子さんの離婚、2003年には由美子さんとの離婚調停が始まり、2005年には離婚が成立しています。同時に渡辺さんは映画ラストサムライでオスカーの助演男優賞にノミネートされ、大きな話題となっています。釈尊会の会長でもある小野さんは由美子さんに4億5000万円ものお金を貸していたとし、渡辺夫妻の離婚裁判にも出廷しました。ここで渡辺さんは小野さんに対し、なぜ妻が多額の借金をしているのに自分に説明してくれなかったのかと問いただしています。そこで奥様である由美子さんの代理人が、平成10年頃女優の若村真由美さんと結婚したいと言っていたと暴露します。若村真由美さんは偽装結婚？若村さんの突然の結婚会見と多額のお金、宗教、渡辺さんの離婚と由美子さんからの爆弾発言、これに偽装結婚という疑惑が上がりました。小野さんは若村さんのことも渡辺謙さんのことも奥様の由美子さんのことも知っています。小野さんからすれば、若村さんが広告塔になって信者が集まり、若村さんからすれば渡辺さんとの不倫疑惑が消え、渡辺さんの離婚裁判が有利に展開する、事実噂は消え、離婚裁判も渡辺さんが勝訴しました。渡辺さんは離婚直後に南果歩さんと再婚していますので、もう若村さんとは別れていたのでしょう。若村さんは金と宗教という力のある小野さんに守られて、一旦は女優活動から手を引くことになるものの、女優生命を絶たれることはありません。しかしこれはあくまでも噂です。ですがそれ以外にもマインドコントロールされているという憶測も飛んでいました。夫小野兼弘さんの死去、小野さんは2007年2月に体調を崩し、4月には肝不全のため54歳で死去してしまいます。若村さんとの結婚生活も3年ほどで終わってしまいました。そこで気になるのが遺産です。小野さんは渡辺由美子さんという個人に4億5000万円ものお金を貸し、その一方で2億円ものお布施を受け取っていたといいますから、釈尊会はかなり資金の潤沢な宗教団体のようです。小野さん自身も高額納税者に名を連ね、銀座で一晩1000万円を使う豪遊ぶりで知られていたそうです。当時の報道でも
最低数億円はあるだろうと言われた遺産ですが、なんと裏を返せば借金ばかりだったそうです。料亭に6800万円以上のツケをため、訴訟になったりもしていました。また兄弟が運営する別の宗教団体の名前で2億7000万円の借金をし、私的に流用したとして親族から訴えられていることも分かりました。未亡人となった若村さんには、多額の遺産どころか金銭に関する疑惑と浪費による多額の借財しか残されていなかったのです。そこで若村さんは相続放棄の手続きを取り、借損会はその後事実上の解散をしました。未亡人としてのその後は、小野さんの葬儀の後、若村さんは、戻れるところがあってほっとしています。という内容のコメントをされています。結婚中にはお仕事をセーブされていたものの、小野さんが亡くなった後、すべてを放棄したことが交換され、お仕事に復帰されています。いかがでしたか？50代に入った今でも、なお美しく、女性週刊誌の美魔女ベスト5に入っている若村真由美さん。いろいろな憶測が飛んでいたご結婚でしたが、夫婦のことはご本人しかわからないでしょうし、現在お幸せに過ごしているようですね。これからも実力派女優として、表舞台でのご活躍を応援しています。